どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA の、特典航空券空席待ちで、私が経験したねことをちょっとね紹介していきたいと思います。ちょっとですねこればっかりは、本当に個人的見解で本当に合ってるかどうかっていうのは、ちょっと定かではないんですけども、私がね実際に、経験したことでしたので、今回ね皆さんにシェアしてね、一応そういうこともあるんだっていうことだけね頭に入れておいていただけたらなと思います。でですね、 ANA の特典航空券 ANA マイルを使った特典航空券の場合、今現在もそうなんですけども、空席待ちの嵐なんですね。要は、満席、事前に予約入れた方が、キャンセルして、それによって、その人をキャンセルすれば、次の順番で自分のところに航空券が回ってくるみたいな感じで。で、私は、ニューヨークが大好きで、東京ニューヨークのビジネスクラスに、行った時の話なんですけども、その時ですね、私がちょうどマイル8万5000マイルがたまって、東京ニューヨーク路線を探していてですね、休みの期間で、結局その休みの期間が空席待ちだったんですよね。で、ひとまず空席待ちを入れました。で、空席待ちっていうのは、キャンセル待ちなんですけども、何人待ってるかっていうのはウェブ上で分かんないんですよね。1人なのか2人なのか3人なのか分かんなくて、でそれを知るには ANA のデスクに電話するしかないんですよ。で私も、電話して、今何人待ってますかみたいな感じで聞いたところですね、その日のその路線は今7人待ってますって言われたんですよね。で7人と思って、そんなに待ってんだと思って、じゃあ絶対回ってこないなと思いながらですね。でその時私は ANA の平会員でプラチナ会員でもなかったので、平会員で8番目に予約したんですよね。8番目のキャンセル待ちという感じになったんですよね。8番目のキャンセル待ち、回ってくるわけないだろうなと思ってて、結局8番目のキャンセル待ちをして、しばらく様子見て待ってたんですよね。で日程的にその前後、23日ぐらいで、もしかしたらこの日程がちょっとずらせるかなと思って毎日チェックはしてたんですよね。東京ニューヨークビジネスクラスの、空席が出ないかなみたいな感じで空席待ちしてるんですけども、一応見てたんですよね。空席待ちをキャンセルして、もし空いたらそっちに予約を入れようみたいな感じで予約を探してたんですよね。そうすると東京ニューヨーク路線っていうのは、ANA の場合直行便が成田羽田ともにあるんですけども、成田からエアカナダですね、エアカナダのビジネスクラスも飛んでおりますし、あともう一つぐらい飛んでるのかな、あとユナイテッド航空も飛んでますね。ですので、全部で3つ、成田空港に関しては3つ、羽田も2つぐらい飛んでるかな、ちょっとそこまで確認してないんですけど、で結局 ANA の、サイトでエアカナダのビジネスクラスの席が抑えられたんですよね。空席待ちを1つ入れて、2つ目はエアカナダの発見をしたわけですよね。でもちろん私は8万5000マイル、9万マイルぐらいしか持ってなかったんで、本当にギリギリのマイルしか持ってなかったんですよね、その時に。で予約 ANA マイルでエアカナダのビジネスクラス、確か9万マイルだったと思うんですけど、抑えたんですよね。で取れてよかったなと思ってて、でそのままほっといたんですよね。しばらくいいかな、もうチケットも取れたし、ちょっと経由便にはなってしまったんですけども、初めてのビジネスクラスに、搭乗できるということで、ウキウキでいたわけなんですけども、そういえば、空席待ちをした ANA のビジネスクラスってどうなったんだろうなと思ってて、私はですね、エアカナダの予約を入れて、もともと空席待ちをしてたんですけど、エアカナダの予約を入れて、で、発券されたと同時にキャンセルされたと思ってたんですよね。私、9万マイルしか持ってないので、2つの予約を入れることはできない。まあ、マイル数持ってないんですよ。ですので、ってなると、まあ、普通キャンセルされたと、まあ、私は思ったんですよね。もう発見できてたんで。あ、じゃあもうキャンセルされたんだなと思ってたら、それから2週間ぐらいしたら、私の空席待ちをしてたビジネスクラスの、キャンセル待ちがご用意できましたってメールが来たんですよね。あれと思って。先ほど言った通り、空席待ちは7人いたんですよ。で、私8番目。しかも平会員。プラチでも何でもない平会員なんですよね。ですので、空席待ちって平会員の場合は、私が8番目に予約して、まあ、9番目に私より上級会員の方が来たとするじゃないですか。プラチナとかダイヤモンドとか、まあ、ブロンズ会員も多分そうだと思うんですけど、その場合、私の順番で抜かされるんですよ。9番目に来た人が私のより前に1個入るんですね。それが ANA の今のシステム上、上級会員のシステム上そうなってしまうんで、それが普通なんですよね。ですので、私は別に平会員で何のステータスも持ってない状態で空席待ちを入れたんですよね。東京ニューヨークビジネスクラス。しかも8人目。で、しかも私にその空席待ちの座席が回ってきたんですよね。これがすごい驚きで、まあ、どういうことなんだろうなと思って。まず、エアカナダを発見したにもかかわらず、ANA のビジネスクラスの予約はキャンセルされないのかっていうのを ANA デスクに聞いたんですよね。そしたら、今のシステム上、そのままになります。お客様がキャンセルされない限り、そのままになりますって言われて。言ってること分かりますかね。要するにですよ。ANA の東京、ニューヨークがビジネスクラス、まあ、8万マイルから9万マイルが必要です。っていうことは、この9万マイル、まあ、マックスでもまあ9万マイルしかかかんないと思うんですけど、9万マイルがあると、空席待ちは入れ放題になるってことなんですよね。システム上。ですので、9万マイル、マイルを持っている人が、ある程度のマイルを持っててビジネスクラスを発見できる人たちは空席待ちは入れようと思えば好きなだけ入れれるシステムなんですよね、今。その時私も初めて知ったんですけども、だって私が平会員で8番目の空席待ちでビジネスクラスの席が落ちてくるわけないじゃないですか。というのはどういうことかっていうと、まあ、完全に個人的な意見で個人的な見解ですよ。私が思うに、マイルを持ってる人たちは、とりあえず予約入れてる人すごい多いと思うんですよね。とりあえず、座席を押さえておこう。もしくは空席待ちを入れておこう。もし落ちてきたら、みたいな。8人目で、平会員で、ビジネスクラスの席が落ちてくるなんて、正直考えられないですよね。だって8人の人がその路線乗りたいって言ってて、8人の人が全員やっぱり行かないってならないと思うじゃないですか。私もそう思いますんで、まあ、本当に個人的な見解ですけども、ひとまず抑えてる人がね、とても多いということだけね、頭入れといていただいて、これから ANA マイルをね、貯めて、ビジネスクラスに乗ろうっていう方は、多分予約するときにですね、空席の街の嵐で結構モチベーションっていうか、あ、せっかく溜まったのにって思う方結構多いと思うんですよね。私もそうだったんで、その時にはぜひね、めげずに空席待ち入れてみてください。私、全部で5回ぐらい空席待ち入服入浴入れたことあるんですけども、まあ、結局キャンセルしたね路線便ももちろんあるんですけども、行こうと思ってた日程が仕事で行けなくなったりとか、そういうので行けなくなったこともあるんですけども、5回中4回空席待ち落ちてきましたんで、そういう意味ではめげずにというのもあれなんですけども、まあ、積極的にね空席待ち入れてみましょう。まあこちらはまあ東京ニューヨークの路線の話にはなってしまうんですけども、ちょっと東京ハワイとかそういう一番人気のね路線はちょっと難しいかもしれないんですけども、まあ、東京ニューヨークも十分ね人気な路線ですので、そういう路線でそういうことがね起きてるっていうことをねちょっと皆さんにねシェアしていただけたらなと思って今回動画を撮らせていただきましたので、一応ねめげずにですね空席待ち入れて ANA の、ね、ビジネスクラスで、旅行されてみてはいかがでしょうか。まあ今回の動画は本当に個人的な見解で話させていただきましたけども、まあ一応ね頭にだけ入れていただいて、チャックバスがそういう経験したっていうのねあったってことだけ覚えていただけたらなと思います。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。私 Twitter、ブログもやっておりますので、もしよかったらそちらもチェックしていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。